コマンダン・ド・ピモーダンは、フランス海軍のデスティエン・ヌドルブ級通報官7番艦。艦名は、第二次世界大戦中、レジスタンス運動に参加し、逮捕後に、ルートオイ・ヒスルスと収容所で死亡したアンディ・ド・ピモーダンに由来する。コマンダン・ド・ピモーダンは、DCN ロリアン交渉で建造され1975年9月1日に、寄港、1976年8月7日に、 浸水、1978年5月20日に、収益する。1979年9月29日に優れと、命名都市の関係を結ぶ。コマンダンドピモーダンは当初シェルブール、次にトゥーロン、ブレストの順に配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における、初任務に当たる。 2000年7月28日に退役する。ボズジャーダはトルコ海軍がフランスから購入したブラック級コルベットの一番艦。官名はボズジャーダに由来する。ボズジャーダは2000年11月にフランスから購入し DCN にて回復作業が行われた後、2001年7月25日にトルコ海軍に納入された。ありがとうございます。